ここがちゃんと握れなきゃダメね。ここが重要なんですよ。左の方が強く握ってた。嘘、本当？あ、じゃあ正しい。合ってる、素晴らしい。え、どっちも強く握る。だからダメだって言ってたから。皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日のねテーマはね、こうグリップについてちょっとお話したいと思います。グリップがゆるゆるなのがいいのか、しっかり握ればいいのかっていうね、これ結構論争なんですよ。で、グリップは基本的にはゆるゆるがいいのね。強く握る必要はないんです。なんでかっていうと、ここのヘッドを走らせるところ、ここは道具に任せていきたいので、あまり強く握らないっていうところが言えるんですけれども、とは言っても握らなければいけないところもあるわけで、握るところと握らないところの、まずそのグリップのまず、強弱というかね、強く握る場所と握らなきゃ、握らなくてもいい場所とか、そういうところのね話って、ね、みんな分かってないんですよ。ただゆるゆるに握ればいいんだろうって、こう一つのフレーズで、あ、握らないっていうふうになると、もうブラブラな不安定なスイングになってしまうというところがありますから、今日のこの話聞いてね、まずグリップの握る強さっていうものに対して あのイメージがすごく変わってくるから、絶対これ見てくださいね。これ見ないとどうしてもただ単にこう強く、もしくは弱くというね、ただその簡単なもんじゃないんですよ。単純ではないの、もっと結構難しいところなので、これしっかり聞いていただければなというふうに思います。で、まず、そういうね握らない人っていうのは何が一番ダメかっていうと、まあ、全体的なスイングの流れでいうとね、トップで不安定なんですよね、トップがね。だからちゃんとこのトップがきっちりと安定しているっていう状態がまず重要なので、ここでこうやって不安定になってから打つっていうことになるとなかなか難しい。きっちりとピタッとしっかり収まるということは、ここがグリップが緩まないってことね。トップのところでこうゆるゆるにならないってこと、ある程度しっかり握っていかなきゃいけないっていうことになるわけですよ。そうするとトップがまず安定して、こうボールが当たりやすく、このようになります、ね、このように当たりやすくなるんですけれども、まずね、ゆるゆるで握る人って、だんだんどこに握りたがるかってとこね、だいたいここら辺に握りたがるの、こんなところ、もうだんだんねこんなふうになってくる。余して握ることができない、こういうふうに余して握りたくなくなるのね。だいたいこのぐらいで握るんですよ。で、なんでこうなるかっていうと、ここで重さを感じたいんですよね。こそすごい重たく感じるの、クラブがね。で、重たく感じてからこうキュッて軽くなるように、こういうふうに、こういうふうにイメージしたくなる人が多い。で、悪くはないんですよ、それね、考え方としては。ただこの状態じゃなくて、この状態でちゃんとこの3本、ここがちゃんと握れなきゃダメね。これが今日のポイントよ。これ聞いて、これ絶対大事。この3本ね。で、3本で揺らすの、こうやって。これ重要。ここが重要なんですよ。だからゆるゆる、右はゆるゆるなんですよ。で、左がしっかり握るっていうことね。で、右はもうほとんど握らなくてもいいの。左だけでこうやって振っていくだけで十分当たるから。ね。これね、みんなね、逆なんですよ。こう、右なんですよ。で、左ゆるゆる。で、右で打つとかね、まあ、両方ゆるゆるだともうまず不安定だけれども、基本的には逆なんですよ。どっちでした？左の方が強く握ってた？嘘、本当？あ、じゃあ正しいそれは正しいね。いや、これ大体普通右って言うんですよ。右で左がゆるゆるとか言うんだけど、合ってる、素晴らしい。で、左、ん？どっちも強く握る？だからダメだってする。だから右はゆるゆるで、そうするとほら、こういうふうに、こういうふうな動きなの。右がしっかりの人ってこうなるんですよ。左がこう。で、こうなると不安定。左が動くと、で、右はこう動かさないと、ほら、安定するわけよ。こういうふうに左をしっかりと握ることで、右がゆるゆるっていう状態を作るっていうのが、まず、インパクトゾーンでの、こう、まずこのグリップの感覚っていうことになりますので、これまず絶対知ってて、これがわからないとまず始まらないから、
これがまず第一段階の話になります。これをね、実際のスイングに落とし込むってことが重要なので、まずそのための練習方法を3つちょっとお話しますね。1つ目、連続素振りね。で、連続素振りでどういうことをやるかというと、普通連続素振りするとこうグリップゆるゆるでこうやって振っちゃうんですよね。そうじゃなくて、しっかりとトップのここでしっかり握るの、左手ね、小指3本で握る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 って、しっかり握るとこ握ってあげるんですよ。で、これをゆるゆるにしないようにしてください。こうやって離さない。そうするとここが安定してきますね。で、そうすると何がいいかっていうと、シャフトがしなるんですよ。これワンスピードね、1、2、1、2、1、2、1って常にシャフトがしなってるでしょ。これね、握らない人ってしなんないんですよ。ちゃんとここでこう握ることによってシャフトがグニャグニャグニャっとしなる。これが、リズムになるのね。だから、しなりが出ない人っていうのはグリップ、ほら見て、これしなってる状態って、グリップしっかり握ってるから、ゆるゆるだとしならないんですよ。まあしなるけどね、特にここの小指が重要になってくるからね。で、2つ目の練習がトップで1回止まる練習で、グリップゆるゆるの人ってね、ここでまず緩めるんですよ。まあ先ほど言ったようにね。で、それから打ちに行くんで不安定になっちゃう、ここら辺がね。なので1回、あえて本当に止めちゃう。ちょっと見ててね。でから打つ、もう一回やってみますよ。1回止める、そから打つ。これ結構難しいんですよ。みんな止まってるつもりがこういうふうに打っちゃうんですよね。動き、ここで一呼吸置けないんですよね。で、その時にちゃんと左の3本をしっかり握るってこと、見てて、グッと握って、それからこういう感じ。そうするとまずしっかりシャフトここで1回しなる、このタイミングがつかめますね。これ2つ目の練習で、3つ目が、右手を握らないで左手で素振り、こういう状態してください。で、これでいいです。で、この時にこのここのところで左の3本しっかり握れてるかどうかね、これが分かります。ここでグッと握ってから、これ打たなくてもいいですけどね。これがゆるゆるになっちゃうとこう不安定になっちゃうから、この3本をしっかり握ることね。そうすればこっち側の動きっていうのが、左で動きが出てきて右はあまり使わない、それでも十分クラブをしっかりと走らせることができるというかね、ここでしっかり、そうするとここもしっかり握れるというふうになりますね。はい、これがね、グリップを緩めないで、ゆるゆるにしないだけど、ゆるゆるというところで言うと右手の方がゆるゆるっていうことになりますね。だから結論は、右ゆるゆる、左しっかりです。これが今日のね、ポイントになってくるかなと思います。何か質問ありますか？確かに、だからまず、でもどっちもしっかりもダメだし、どっちもゆるゆるもダメだから、右手はどっちかというとこういうね、入れるとこだけ入れるっていう、どっちかというとこう入れるとこだけ入れる勝負なんだよね、こうね。で、左っていうのは一定感の動きっていうか、一定じゃない、まあここが一番強くなるんだけれども、でもやっぱり結構ずっとしっかり感があると。そうするとこうやってやってやると分かるでしょ。こうやってやるとこっちがしっかり感で、こっちはこんなゆるゆるで握れるけど、こうやるとこっちが不安定になってくるから、逆にゆるゆるの方がいいんだよね。で、こそ不安定にこうなってしまうので、そんな感じでやっていくと安定したスイングになると。ちょっと最後にボール打ってみますね。このトップのところとインパクトのところ、しっかり感を左手の小指、中指、薬指しっかりして打っています。で、感じですね。もう一球、ラスト、
こんな感じで、練習をやってみるといいと思います。このチャンネルではね、私のレッスンノウハウを毎日更新している、そのチャンネルでございますので、まずはね、見逃したくない方はね、毎日更新してるからチャンネル登録を先にしてください。で、その後にコメントを書いてください。もうコメント書かなきゃダメ、絶対書いてください。コメント書いて、それを私レッスンのこのチャンネルの反映していきますから、そうしないとネタ切れちゃうからね、ぜひとも書いてください。で、最後に高評価、これやると僕の、毎日の動画のモチベーションになりますから、この3つよろしくお願いいたします。それで今日はこのぐらいで終わります。さよなら。オンラインサロンのご案内です。原田ゴルフの遠隔のレッスンが受けられる、そしてその他限定動画、いや YouTube の先行配信、その他いろいろなサービスが充実しております。ぜひともオンラインサロンに参加してみてください。家でも学べる新しい形、原田ゴルフオンラインサロンをよろしくお願いいたします。お申し込みは概要欄か、ウェブのこちらから参加してみてください。こっちかな。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜9時にお会いしましょう。